やったのは元脇か。見つけ出してぶっ殺す。元脇、きっと寂しかったんだろうな。団地の仲間に、特にお前に会いたかったんじゃないか。何も思い出せなくて。俺たち昔からずっと一緒だったじゃねえか。負ける気なんてしない俺らだから、誰にもわからない。しかしこれ死ぬほど熱いわ。そんなことよりお前傷大丈夫か。ああ全然平気だよ。丈夫な弟を持って嬉しいよ俺は。おう、藤尾？おう、どうした？おい、お疲れい。いやー、すっげえよかったよ、お前らのダンス。ダンスの天才だなんて言い過ぎですよ、中さん。いや、そこまで言ってないよ。おいしいや。どうした？何やってんだよ、早く入れよ。あのさ、俺たまにここ手伝っていい？当たり前だろ。お前の父ちゃんと母ちゃん泣いて喜ぶよ。じゃあこことりあえず座って、じゃあこれぐらいの量のやつをここ入れてって、こっちにも。あ、ちょっ、お母ちゃん。何よ、うちと食っちまいそうな顔しちゃってさ。え、すずみさん。そうだ、やっぱりすずみさんじゃん。みきちゃん。交通事故って何よ、どういうこと。落ち着け、窓か。いつのことよ。みんなでタイムカプセル掘り出した、あの帰り道。もうそんなのずいぶん前のことじゃない。何で言ってくんなかったの。すまねえ。聖地は絶望の希望なんだよ、みんなの希望なのに。